セブンイレブンサタデースペシャルゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは。日本放送掛け穴田無です。11月も今日で終わりということで、はい、今年も残り1ヶ月になりました。が今日で終わりとか明日から12月1日とか思わないけど、あと1ヶ月で今年終わりってのはみたいな。2013年もう終わりですよ。今年何してんやろって。まあ自分的にはね、45周年コンサートを無事に終えたってのもありますけど、はっきりした区切りの年ですよね。でもこの後、まあ今週は特に火曜日に火曜コンサートやったり、はい、あなた、はい、それでこのあと、11日、あ、まず、FNS 音楽祭12月4日、はい、夜7時から生放送です、はい、コラボしますし、それで11日チャリティー、あ、そうですね、はい、銀河劇場のチャリティーコンサートをやりますし、で、まあ、最後そうですそうです。紅白歌合戦の出場歌手の皆さんが発表になりまして、はい、今年ももちろん和田アキ子さん出場決定です。ありがとうございます。本当に先週ね、紅白もありますしって言った時に、そんなのまだ決まってないんだから、いや本当にね、君らに見せたことなかった、いつもスケジュール仮になってる、あアッコさんの、まあ、大体一月単位のスケジュール表があって、はい、見たことあります。あるでしょ、はい、それね、黒に塗ったのね、あ、そうですか。仮って書いてあるの、仮スケジュールでリハーサルも、今年は29日からいつもリハーサルで、で29日が日曜日なんですよ、確かに、ね、うん、はい、それで仮っていうのを消して、でその時に、そうだな、本当にみんなもう出るのが当たり前だと思って、思ってますね。そうじゃないってことどう伝えりゃいいんだろうねっていう、あれね、今だからこそ言いますけどね、他の人はなんか初出場とかもう内定とか出るじゃないですか、新聞とかでね、なんかね、あれはね、分かりました、私ちょっと不満に持ったからそうなんです、不満に持ったんで、どうせ早く教えるなら教えてくださいよ。なるほど。私だってね、うん、で私の方が大変だと衣装にしたってね、で歌はまだ決まってないんです。歌は12月の1週目か2週目あたりギリギリなんです。そうですね。そしたらね、初めて出る人は発表の時に全員集合で、一応 NHK ホールには会見で集めると。そうなんですよ。なるほど。それで集めるんで、でも決定ですよって言わないんだって、まあ、私たちと一緒よ、スケジュール空いてますか、そういう言い方なんだ、なるほど、スケジュール空いてますか、決定ですって言わないらしい。で決定は彼女らが、まあ彼女ら彼らが、例えば初出場の泉谷君にしたって、こう集まんなきゃいけないじゃない、はい、集まってから発表なん、例えば、今回発表になったのは25日の3時なんですよ、はい、でそっから発表だから、発表する時にはキャメラマンも全部呼んでるし、出演者、初出場の人はいなきゃいけないわけ。そうですね。そうすると先にこの打診というか、いかがですか、ね、なんか空いてたらその 2時か2時半に NHK ホールにっていうと、もうレコード会社とかプロダクションは決まったと思って、でまだはっきりではございませんので、ご内密にみたいなところをそれこそフライングしちゃうんだね、思わず嬉しくてとかね、うん、初出場決定みたいな、内定みたいな。そうなんです。初出場の方がだから、はい、ちょっと早めに漏れるということが分かりました。そうなんです。なるほど。なんでこの人たちだけ分かんだろうと思ったら、アコさんの気持ちとしては、そんな内定がね、うん、内々で決まってんだったら、うちにも教えろよという気持ちにはなると。喜びに変わりはないんだからさそうです、ね、キャーでも言えるよ私なんならちょっとこの番組でニュアンスだけでもね、そう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 、まあ両親もう死んじゃったけど、母も父も喜んでくれると思いますみたいさいやいや、そういうことなんだって。なるほど。うん、あでもまあでもとにもかくおかげさまで、楽しみにしております。はい、赤組最多37回目、まあ回数はともかくね、いやもう最近ね、
その火曜日のうたコンもね、あの鐘を鳴らすのはあなた、まああなたメールくださったからご覧になったんでしょうけど僕は火曜コンサートだけは、はい、やっぱりね録画ではなく、うん、生で見たいって思ってるんです。で見たらついついハコさんに感動をメールしちゃう、はい、歯が浮くような、歯が浮くようなメールですよね。そんなことない。おい、いや褒めていただいてんだけど、詩人みたいだもんね。いやいや本当に今回はまあ阿久悠さんがに、はい、アッコさんが育てた、はい、あの鐘鳴らすのあなた、はい、改めて感動したという、はい、すごいですよね。あなたの本当にメールいつもあの冊子作りたいぐらいですいやでも嬉しいです。いやいや本当嬉しいです。いやそれでね、はい、あの時も本当のこと言うと、まあ、今週の火曜日だったでしょ。先週から言ってたと思うんだけど、もう41年ちょっと歌ってんですよ、はい、あの鐘を鳴らすのはあなたを。そうです。でまあ当日はあのアクさんにいただいたあのブレスレットとかあのお見せしましたけど、はい、一応念のためにっていうか、あの先週も言いましたけど、土曜日にボイストレーニング受けて、で私はボイストレーニング受けてるって言った方がいいと、受けてこうなんだとかって思われると腹が立つから、あれなんだと思われると腹が立つから余計真面目になると、自分にプレッシャーかけると、そういい意味で、うん、それで土曜日あのボイストレーニング受けて、で日曜日受けて、月曜日受けて、で本番の火曜日、まあ大体歌を歌う時にはレコーディングでも何でもそうですけど、声出す6時間ぐらい前にはもう起きるんですよ。それからまあ用事をして、あの発声したりしてね、でリハーサルが、3時半だったんです、あの NHK の。でその前に自分の家で、発声練習して、で洋服の仮縫いで、で NHK ホールに来ました。出ないんですよ声が。どうやったって出ないの。それで、どういうことこれはみたいな、はいはい、ですいませんもう一回お願いします。で頭は出るんだけど、こうサビあたりから乗れないの。なんかね、このサビのつまずいて傷ついてっていうとこはね、あれはあのまあ分かりやすく言うと、あそこのリズムは昔のモータウンサウンドっていうかね、一番いいとこなんですよ。ちょっとテンポ変わってDNA かなんかでうちが来てんねんから、おかんと親父ありがとう、
神様ありがとう、で堀さんありがとう、ファンダーありがとう、マネージャーありがとう、レイチャールズありがとう、もうファンのみんなありがとうと思って歌ってるのに、でもうカメリア終わっちゃって、うちのバンマスとか全部でピアノのちっちゃい、私は豆ピアノって呼んでるんだけど、その単音で叩くと出るんですよ。それがカラオケ聴くとまた歌えない、もう泣きそうで、そしたら美川さんとかさ、そんなこと言ったって本番いつも歌う、やらしい。皆さんそんな問題じゃないんですよ。本当に歌えないんですよ。そしたら石川さんも、真子さんのスバイト映っちゃうから緊張してるもんね。でみんなもう周り、松原信枝とか香西かおりとか堂々としてたの、振り合うからみんな、真子さん大丈夫ですからとかって言いながら、もうほんとと緊張して、本当はリハーサルの時も喋って、それで歌いって、歌終わったらもう一回そのみんなのたまりっていうんだけど、みんなが座ってるとこ行くんですよ、はい、その全部忘れちゃって、で本番アクさんの話、まずこのブレスレットいただいたとかね、はい、でどんな気持ちでしたかってインタビューもある、はい、で今までだったらインタビューなしで歌にしてもらってた、その切り替えができないんですよ、はい、でいつも歌う前にやんなきゃ歌えないから、あんまり話はね、もう NHK やれるだけのことをやってくださったの、私が緊張しない、話はこういう話ですって、こうちっちゃい紙にこう先生アクさんとこういうのって書いてあって、でも頭の中は確かないわけ、ね、そうですね、本当にこうやってアクさんにいただいてありがたいことです、心の中で、ね、しか入ってない気持ちここにあらず、そう、ああ、でもうそれでは歌っていただきましょうと、みんなの熱い視線ガーッて熱い視線で立ちました、はい、立ってイントロやった瞬間、これ不思議ですね、イントロのタンタンタラランタンタンって、ピアノはうちのバンドさんのピアノだった、タラランタンタララン、あなたに会えていける、その瞬間本番だけが一番良かった、そうなんですか、そんなことってあるんだっていう、あの鐘ですよ、何度となく歌ってきた、4日間41年歌って、で本番の4日前から何回も練習して、その1回だけ、そうだったんですか、信じられない、そしたらなんか気抜けちゃって、本当はその歌い終わった後みんなのとこ戻んなきゃいけないのに、後ろの方行っちゃってステージの誰もいないのよ、おい暗闇におい、じゃあさ、マイク持ってる音声さんとか次の人歌うから用意してんのよ、はいはい、でセットチェンジしなきゃいけないから、誰も相手してくれ、誰か誰か迷子の子供みたいな、誰かたらマネージャー飛んできて、アクさん戻ってください、ステージだ、あーステージだもうね、いやでも歌い終わった後の表情が、はい、なんかすごい達成感だったんですよね、今回いつも以上になんかやりきったっていう、もう忘れちゃいましたけど、いやでもこういうことあるんだなっていう、それで帰ってまあ V 見るんですよ、いつもマネージャーとね、はいはい、で見て、あここは良くないな、いやでもすごいな、これはもう歌い切ってったからすごいなとかって言いながら、次の日かな起きたら、なんか喉ヒリヒリするし鼻声なんですよ、え、じゃあこれ風邪だったかのかも分かんないね、調子悪かったのか、でもどっちにしろ本場の声が出てよかったって言うけど、木曜日に私新曲のレコーディングだったんですよ、じゃあ歌子の翌々日、そうなんですね、で水曜日になんかヒリ